皆さんこんにちは、まいです。毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。今回はあると役立つ作り置き冷凍オートミールを3つご紹介します。作り置き冷凍オートミールとは、日本の作り置きと海外のミールプレップをいいとこ取りしたようなものです。過去に作った動画で説明すると、日本でいう作り置きは作ったおかずをそれぞれ別の容器に入れて冷蔵庫で保存しておく方法です。対して海外で主流のミールプレップは、1週間分ぐらいの作ったおかずを1食分のお弁当として冷蔵庫や冷凍庫で保存しておく方法です。今回の作り置き冷凍オートミールは、タッパーに材料をすべて入れて加熱調理せずにそのまま冷凍しておくユニークな方法です。作り置き冷凍オートミールのメリットを3つ挙げると、1つ目は具材を切ってそのまま冷凍するだけなので、キッチンに立つ時間が短いです。2つ目は食べるときは電子レンジに入れて放っておくだけで最短8分で食べられます。3つ目はそのまま食べるので洗い物が少ないです。作り置き冷凍オートミールはいろいろな種類を簡単に作っておけるので、飽きずに食べられるはずです。冷凍庫から取り出して電子レンジで放っておくだけで作れるので、忙しい朝にも活躍してくれます。ダイエット中に冷凍庫にあるとめちゃくちゃ心強いレシピですので、ぜひ作ってみてください。それでは早速作っていきます。マイトレクックでは1ヶ月で1キロ痩せるゆるいダイエットレシピを紹介しています。たまたま動画を見ていただけた方も、チャンネル登録をしていただけるとダイエットに役立つ情報を得られますので、忘れないうちに登録をよろしくお願いします。作り置きオートミールに入れる鶏胸肉は皮を取り、食べやすい大きさにそぎ切りにします。お好きな切り方で OK ですが、厚みはできるだけ均等になるようにしてください。鶏胸肉の繊維を断つようにそぎ切りにするだけで、ホロホロ崩れるような食感になります。簡単に説明すると、繊維の方向の変わり目、赤い線の部分3箇所に包丁を入れます。このままそぎ切りにしてもいいし、私はさらに真ん中に切れ目を入れ、左右に開いてそぎ切りにしました。使用する容器は電子レンジ、冷凍 OK のものを使ってください。今回使用した容器は Amazon でも購入できるので、概要欄にリンクを貼っておきます。気になった方はチェックしてみてください。左が 630ml、 右は 700ml のものです。どちらも正方形なので、何個か重ねてすっきりと冷凍庫へ収納できるのでおすすめです。一つ目のレシピはスタミナ満点ニラとキムチのオートミールです。冷凍電子レンジ対応のタッパーにオートミール 50g を入れます。そぎ切りにした鶏胸肉約 50g を入れます。まんべんなく入れたら、キムチを約 30g 入れ、鶏ガラスープの素小さじ 1/2 を入れます。コチュジャン小さじ1、味噌小さじ 1/2 を入れます。ニラはお好みですが、だいたい2本分ぐらいを入れて、最後に水 200ml を回し入れます。蓋をしたら、作り置き冷凍オートミールの完成です。冷凍する際はそのまま入れてもいいのですが、バットの上に置いて冷凍すると熱伝導で早く凍り、美味しさが保ちやすいのでおすすめです。保存期間は冷凍庫で2週間ほどです。食べるときは蓋を外してずらして乗せた状態でレンジで加熱します。600ワットで約8分。ただ同じワット数でも機種によって加熱状態が異なるので、まだ冷たいなとかお肉が赤い場合は追加で加熱してください。スタミナ満点ニラとキムチのオートミールの完成です。コチュジャンや味噌など調味料が混ざってない状態なので、よく混ぜてから食べてください。2つ目のレシピはエビとブロッコリーのコクうまオートミールです。冷凍レンジ対応のタッパーにオートミールを 50g 入れます。ブロッコリーは 3-40g 使います。だいたい 2-3 個くらい切ります。大きいものは茎に切れ込みを入れて、そこから手で裂くと綺麗に裂けます。そぎ切りにした鶏胸肉 50g をまんべんなく入れます。冷凍のエビを 3-4 匹入れます。
鶏ガラスープの素小さじ1/2、醤油小さじ1、オイスターソース大さじ1/2、水150ml を入れます。蓋をしたら作り置き冷凍オートミールの完成です。冷凍する際はそのまま入れてもいいのですが、パッドの上に置いて冷凍すると熱伝導で早く凍り、美味しさが保ちやすいのでおすすめです。保存期間は冷凍庫で2週間ほどです。食べるときは蓋を外してずらして乗せた状態で600ワットのレンジで8分加熱します。同じワット数でも機種によって加熱状態が異なる場合があるので、お肉が赤い場合は追加で加熱してください。エビとブロッコリーのコクうまオートミールの完成です。食べるときはよく混ぜてから食べてください。3つ目はクリームチーズオートミールです。玉ねぎ4分の1個はみじん切りにします。冷凍電子レンジ対応のタッパーにオートミール 50g を入れます。そぎ切りにした鶏胸肉 50g をまんべんなく入れます。みじん切りにした玉ねぎを入れ広げたら、クリームチーズを約 30g を上にのせます。にんにくチューブを 1-2cm ほど入れたら、コンソメ小さじ1を入れます。無調整豆乳 150ml を入れて蓋をしたら、作り置き冷凍オートミールの完成です。冷凍する際はそのまま入れてもいいのですが、バットの上に置いて冷凍すると熱伝導で早く凍り、美味しさが保ちやすいのでおすすめです。保存期間は冷凍庫で2週間ほどです。食べるときは蓋をずらして乗せた状態で600ワットのレンジで約8分加熱します。同じワット数でも機種によって加熱状態が異なる場合があるので、お肉が赤いなという場合は追加で加熱してください。クリームチーズオートミールの完成です。彩りが欲しいなと思ったら乾燥パセリをかけるのもおすすめです。ただ混ぜてる途中で気づいたんですけど、混ぜた後にかけないとパセリが見えなくなるので最後にかけてください。濃厚でクリーミーな味が好きな方におすすめのレシピになっています。この動画が良かったなとか参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録をしていただけると励みになります。